もしもし。もしもし、はい。はい、テレフォン人生相談です。はい、お願いいたします。はい、最初に年齢を教えてください。35歳。結婚してます？はい。ご主人何歳ですか？40歳。お子さんは？女の子2人で、はい、小学校5年生と小学校3年生です。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？はい、少女の口の聞き方がちょっと気に入らなくって。聞き方が気に入らないっていうのは言うことが気に入らないの？それとも、言う時の雰囲気とか語調とか、はい、言葉遣いと、うん、表情で私に不満らしい態度が私にとって気に入らなくって喧嘩になってしまうっていうことを。そうすると、はい、言った言葉が、はい、まあ極端なことを言うとこんなクソババアとかっていうそういう言葉ではなくて、その言った時の表情が、はい、あなたの気持ちをイラ立たせるっていうことですか？そうです、はい。例えばこっちはこうしてねって言ったことに対して、はい、ふんっていう態度を取ったり、あ、ふんという横向いたような態度を取る。そうです。なので、例えば、はい、私、同じような態度を取っても、私が機嫌が良ければ、何気なく過ごしてることもあると思うんですけど。はい。要するに、あなたの機嫌がいいときは、このお嬢さんの態度が、それほど気にならないということですね。そうですね。はいはい。で、まあ、月に1とか2度ぐらい、私の、気に触ってしまうことがあって、うん、で叩いてしまったり蹴ってしまったことも2回ぐらいあります、はい、だけど絶対いけないって反省して、はい、ここ1年ぐらいは一切手を出さずに、はい、日常喧嘩ぐらいになることがあっても夜寝るときは抱きしめていい子だねって言って寝るときと朝起きたときは絶対そういうふうにずっとしてました。はい。あれですか？専業主婦ですか？それとも働いてるんですか？本当に午前中少しパートぐらい行って、はい。空いてる時間は、まあ、私の両親が農業を少しだけしてるので、はい。その、負担にならない程度のお手伝いぐらいで、そっちに仕事も本当に数時間しかしてなくって、うん、子供と時間を大事に今はしたかったので、時間はあって、そんなに私が毎日バタバタしてる感じでは、ないです。で、ご主人とかお父さんお母さんにも不満なんじゃない？いろんなこと。いや、そこは本当にないです。そうすると、はい、本当に主人もよく面倒見てくれるし、うん、まあみんなに不満はないと。え、小学校の頃からあなたはすごいいい子だったんですか？あ。いい子っていうのは要するに親に反抗したり、なんか先生に反抗したりはしなかった。先生に口答えしたこともあるし、うん。だったら親にも言ったことも何とかはあります。じゃあ、例えばあなたは小さい頃怪我したことはあります？あります。怪我しても隠してました。怪我したことを隠さなければならないっていうのは、気持ちの上ではすごい辛いですね。ええ。だけど、その怪我を隠していた。隠さなければならなかった。だからやっぱり、すごく怯えていたんじゃないの？そうですね。それは覚えてます。はい。ということは、生きるっていうことはあなたにとって非常に辛いことでしたよね。そうですね。怪我しても隠さなければならない小さい子供が、これはすごい大変なことですよ。ええ。むしろちょっとした怪我を大騒ぎして、みんなから注目を集めようとするような子供っていうのが多いわけですから、それはみんなから、どうしたのどうしたのって言って大切にしてもらいたいからなんだけれども、あなたの場合は、それもできなかったわけですよね。そうですね、心がいつもいなかったもので。そうすると何か辛いことがあった時ね、まあ怪我なんかはもう本当の辛いことの典型なんだけども、子供にとっては感情を共有してくれる人がいなかったですね。そうですね、
で、そういう感情の中で成長してきて、今結婚して子供が2人できて、で、今、長女との関係、この1年間はうまくいっていた。はい。でも、うまくいっていたというのは、表面の喧嘩がなかったということで、感情の共有がなかったということは、あなたのお母さんとね、今度あなた自身は子供と感情を共有するってこともなかったんじゃないの？それで今いろんなことでこの小学校5年生の子供の口の聞き方、頼んだことに対してすぐやってくれないということで、うん、結局まだ私ことになるのかなと思って、うん、今どう出たらいいのかちょっとということですね。はい、わかりました。今日はスタジオにですね、幼児教育研究の小原恵子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。はい、こんにちは。こんにちは、お願いします。今ですね、加藤先生のお話を聞いていて、はい、蹴る、叩くってありましたよね。はい。叩くは怒りなんですね。え、蹴るはその人に本当に蹴ってるんではなくって、ある対象者がいるんです。でもその人には蹴れないんです。だから、はい、蹴っちゃうんです、そのお嬢さんを。で、あなたはこのお嬢さんの口の利き方がいけないから私は足で蹴ったんだって言うんですけども、蹴ってるってあなた意識あるんですね。はい。だいたい足で蹴る人ってのはね、その人も憎らしいけども、その人の後ろに被っている影の存在、それが腹立たしくて蹴っちゃうんです。これは一つの心理的な問題です。で、次にもう一つ。はい、娘が、ふんって言ったって言いますね。はい。ふんっていう時はどういう時かって言うんですね。これは一般的に言います。はい、何言ってんのよ、お母さんって。私は全部知ってるのよ。お母さんが見て欲しくないところまで、私は知ってるのって時、ふんって言葉になるんです。そこにあなたは苛立つんです。それはなぜかというと、今まであなたはね、教師の立場で、要するに母親という立場でね、弱者イコール子供を操作したんです。ところが今は、叩いても蹴っても、帰ってくるものは、あなたが弱者の立場になっている苛立ちなんです。それは全く、でも、意識したことなかったです。そうですか。もうちょっと先に進んでもいいですか？はい。初めては頭の中がぐちゃぐちゃになっていませんか？なっています。そして、はい、あれ？私今日長女の相談なのにって思っていません？何なのこれって。もうちょっと私が喋ってしまったら、あなたは頭の中真っ白になっちゃうんです。そして、両耳を閉じて、はい、もう言わないでってなるんです。わかります。はい。ね？これ、そのもう言わないでって思う前にいつもやってることが、蹴る。叩く。じゃあなぜかっていうと、はい、ご神様とおっしゃってますけども、はい、ご神様が優しいっていうのと、あなたが求めている愛と違うんじゃないかと私は思ってるんですね。それが答えです。いい人と私の心の中を汲んでくれる愛とは違いますよね。あなたが夫に求めてる愛を、あなたが求めてる愛ですね。はい。それを、夫が、違う矛先を変えてしまって、かっかそういうですよ。靴がかゆいと思っても、靴底の下に書いてくれても気持ちよくならないでしょ、ポイントを押さえてくれないってことです。それがあなたの今日の、ずっと苛立ちのイライラした原因は、いい人なんだけれども、夫が、私がこうしてほしい、こういう愛をくださいっていうことを夫が分かってくれない。うまく私の気持ちを伝えるには、どうしたらいいでしょうかっていうのが、あなたの心の底の底にあるものだと私は思ってるんです。ああ、それは、矛先がどこに向いてたんでしょうか、じゃあ。夫と幼児期です。今夫に甘えたいんです。幼児期にできなかった、置いてきたものを、夫で求めようと思ったんだけれども、夫もやっぱりあなたと結婚するのですけど似てますから、静かにしてることがきっと幸せだと思ってる夫なんです。
だからあなたにとってはどうにもならないんですね。ここよ、ここよ、ここが痒いのよって言っても音わかんないの。それで今日まで来て、痒いって認めたら生きていけないでしょ。だから、はい、あの娘が私をこう痒くさせてるんだと思えば、痒さは半減するじゃないですか。だからこのお嬢さんを大事にしなさいね。で、今、加藤先生伺っています。先生いかがでしょうか。小原先生がもうおっしゃってくれたので、その通りです。あのね、今までのあなたの感情をね、一貫してるものは何かっていうと、すべての本当の感情は隠さなければいけないっていうのが、あなたの一貫した今までの生き方なんです。ですから、あなた自身がね、寛容な人にはなれないんですよ。こんだけ怯えて生きてきたら。先生、じゃあ、言葉が、子供に、例えば、どういうこと、接すればいいでしょうか。どういうように接すればいいでしょうかって、今ね、子供との接し方にね、話をしないこと。あなた自身のことにすること。あなたはね、自分が自分を救えないのに子供は救えませんよ。自然と対応の仕方分かってきますよ。どう対応したらいいかなんていうこと考えなくて。だって、手足を縛られて海の中に、水の中に入れられてね、どう泳ぐんですかって聞いたってしょうがないでしょ。今、手足を縛られていたのを手足をほどいたんです。泳げるようになったんです。はい。自然と、この二人のお子さんに対する態度は、まず変わりますから。あなたの気持ちが変わってるから。なるほど。そしたらお子さん二人の方も変わりますから。怪我をした時に子供がそれを隠さなければならないっていうのはものすごい脅威の中に生きてただけです。それがよく結婚して二人子供を作って小学生になるまで育てましたね。こんだけ怯えて生きてきたわけですから。はい。今は非寛容の人です。だけど自然と寛容な人になれます。怯えてるからいつも世の中に構えてるんです。その構える姿勢がなくなれば、世界は変わります。子供を含めて。確かによく思われようとしてたのはすごく。だってよく思われなければ大変でしょ、こんなに怖い世界にいるのに。世界がいつ自分を押し潰すか分かんないってものすごい脅威ですから。もうひたすらよく思われようと思ってるんですよ。だからテレフォン人生相談電話かけてきても、僕は、何歳ですかって聞いた時からもう35歳でっていう言葉からもう身構えてますから僕に。だから声が変わってきたんです今。声と言い方も全部変わってきました。大丈夫です。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、どうも失礼します。はい、はい、失礼します。すべての本当の感情を隠さなければならない。寛容な人にはなれません。ならない程度のお手伝いぐらいで、本当に仕事も本当に数時間しかしてなくって、子供と時間を大事に今はしたかったので、時間はあって、そんなに私が毎日バタバタしている感じではないです。で、ご主人とかお父さんお母さんにも不満なんじゃない？いろんなこと。いや、そこは本当にないです。
そうすると、はい、本当に主人もよくみんな見てくれるし、うん、まあみんなに不満はないと。え、小学校の頃からあなたはすごいいい子だったんですか？あ、いい子っていうのは要するに親に反抗したり、なんか先生に反抗したりはしなかった？先生に口答えしたこともあるし、うん、母だったら親にも言ったことも何とかはあります。じゃあ例えばあなた小さい頃怪我したことはあります？あります。ええ、怪我しても隠してました。怪我したことを隠さなければならないっていうのは気持ちの上ではすごい辛いですね。ええ、だけどその怪我を隠していた、隠さなければならなかった、だからやっぱりすごく怯えていたんじゃないの？そうですね、それは覚えてます。はい。ということは生きるっていうことはあなたにとって非常に辛いことでしたよね。そうですね。怪我しても隠さなければならない小さい子供が、これはすごい大変なことですよ。むしろちょっとした怪我を大騒ぎしてみんなから注目を集めようとするような子供っていうのが多いわけですから、それはみんなからどうしたのどうしたのって言って大切にしてもらいたいからなんだけれども、あなたの場合はそれもできなかったわけですよね。そうですね、心がいつもいなかったもので。そうするとなんか辛いことがあった時ね、まあ、怪我なんかはもう本当の辛いことの典型なんだけれども、子供にとっては。感情を共有してくれる人がいなかったですね。そうですね。で、そういう感情の中で成長してきて、今結婚して子供が二人できて、で、今、長女との関係、この一年間はうまくいっていた。でもうまくいってたというのは表面の喧嘩がなかったということで、感情の共有がなかったということはあなたのお母さんとね、今度あなた自身は子供と感情を共有するってこともなかったんじゃないの？それで今いろんなことでこの小学校5年生の子供の口の利き方、頼んだことに対してすぐやってくれないということで、結局まだ私ことなるのかなと思って、今どう出たらいいのかってということですね。はい、わかりました。今日はスタジオにですね、幼児教育研究の小原恵子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。はい、こんにちは。こんにちは、お願いします。今ですね、加藤先生のお話を聞いていて、はい、蹴る叩くってありましたよね。はい。叩くは怒りなんですね。え、蹴るはその人に本当に蹴ってるんではなくって、ある対象者がいるんです。でもその人には蹴れないんです。だから、蹴っちゃうんです、そのお嬢さんを。で、あなたはこのお嬢さんの口の利き方がいけないから私は足で蹴ったんだって言うんですけども、蹴ってるってあなた意識あるんですね。はい。大体足で蹴る人ってのはね、その人も憎らしいけども、その人の後ろに被っている影の存在。それが腹立たしくて蹴っちゃうんです。これは一つの心理的な問題です。で、次にもう一つ。はい、娘が、ふんって言ったって言いますね。はい。ふんっていう時はどういう時かって言うんですね。これは一般的に言います。はい、何言ってんのよ、お母さんって。私は全部知ってるのよ。お母さんが見て欲しくないところまで私は知ってるのって時、ふんって言葉になるんです。そこにあなたは苛立つんです。それはなぜかというと、今まであなたはね、教師の立場で、よし、母親という立場にしていることがきっと幸せだと思ってる夫なんです。だからあなたにとってはどうにもならないんですね。ここよ、ここよ、ここがかゆいのよって言っても夫わかんないの。それで今日まで来て、かゆいって認めたら生きていけないでしょ。だから、はい、あの娘が私をこう回復させてるんだと思えば、回復さは半減するじゃないですか。だからこのお嬢さんを大事にしなさいね。で、今、加藤先生伺っています。先生いかがでしょうか？
小原先生がもうおっしゃってくれたので、その通りです。今までのあなたの感情をね、一貫してるものは何かっていうと、すべての本当の感情は隠さなければいけないっていうのが、あなたの一貫した今までの生き方なんです。ですから、あなた自身がね、寛容な人にはなれないんですよ。こんだけ怯えて生きてきたら。じゃあ、言葉が、子供に、例えば、どういうこと、接すればいいでしょうか。どういうように接すればいいでしょうかって、今ね、子供との接し方にね、話をしないこと。あなた自身のことにすること。あなたはね、自分が自分を救えないのに子供は救えませんよ。自然と対応の仕方は分かってきますよ。どう対応したらいいかなんていうこと考えなくて。だって、手足を縛られて海の中に、水の中に入れられてね、どう泳ぐんですかって聞いたってしょうがないでしょ。今、手足を縛られていたのを手足をほどいたんです。泳げるようになったんです。はい。自然と、この二人のお子さんに対する態度は、まず変わりますから。あなたの気持ちが変わってるから。なるほど。そしたらお子さん二人の方も変わりますから。千葉でね、弱者イコール、子供を操作したんです。ところが今は、叩いても蹴っても、帰ってくるものは、あなたが弱者の立場になっている苛立ちなんです。それは全く、でも、意識したことなかったです。そうですか。ええ。もうちょっと先に進んでもいいですか？はい。初めては頭の中が、ぐちゃぐちゃになっていませんか？そして、はい、あれ私今日、長寿の相談なのにって思ってません、何なのこれって。もうちょっと私が喋ってしまったら、あなたは頭の中真っ白になっちゃうんです。そして、両耳を閉じて、はい、もう言わないでってなるんです。わかります。はい。ね、はい、これ、そのもう言わないでって思う前にいつもやってることが、蹴る、叩く。じゃあなぜかっていうと、ご神様とおっしゃってますけども、はい、ご神様が優しいっていうのと、あなたが求めている愛と、違うんじゃないかと私は思ってるんですね。それが答えです。いい人と、私の心の中を汲んでくれる愛とは違いますよね。あなたが夫に求めている愛を、あなたが求めている愛ですね。はい、それを夫が、違う矛先を変えてしまって、かっかそういうですよ。靴が痒いと思っても、靴底の下に書いてくれても気持ちよくならないでしょ、ポイントを押さえてくれないってことです。それがあなたの今日のずっと苛立ちのイライラした原因は、いい人なんだけれども、夫が私がこうしてほしい、こういう愛をくださいっていうことを夫が分かってくれない。うまく私の気持ちを伝えるには、どうしたらいいでしょうかっていうのが、あなたの心の底の底にあるものだと私は思ってるんです。ああ、それは、矛先がどこに向いてたんでしょうか、じゃあ。夫と幼児期です。今、夫に甘えたいんです。幼児期にできなかった、置いてきたものを、夫で求めようと思ったんだけれども、夫もやっぱりあなたと結婚するのですけど、似てますから、静か。もしもし？もしもし、はい。はい、テレフォン人生相談です。はい、お願いいたします。はい、最初に年齢を教えてください。35歳。35歳。結婚してます？はい。ご主人何歳ですか？ 40 歳。40歳。お子さんは？女の子2人で、はい。小学校5年生と小学校3年生です。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？はい、長女の口の聞き方がちょっと気に入らなくて、
て。聞き方が気に入らないっていうのは、言うことが気に入らないの？それとも、はい、言う時の雰囲気とか、語調とか。言葉遣いと、うん、表情で、私に不満らしい態度が、私にとって気に入らなくって、喧嘩になってしまうっていうことを。そうすると、はい、言った言葉が、はい、まあ極端なことを言うと、こんなクソババアとかっていう、そういう言葉ではなくて、その言った時の表情が、はい、あなたの気持ちを苛立たせるっていうことですか？そうです。はい。例えば、こっちはこうしてねって言ったことに対して、はい、ふんっていう態度を取ったり、あ、ふんという横向いたような態度を取ったり。そうです。なので、例えば、はい、私、同じような態度を取っても、私が機嫌が良ければ、何気なく過ごしてることもあると思うんですけど、はい、ですね、あなたの機嫌がいいときはこのお嬢さんの態度がそれほど気にならないということですね。そうですね、はいはい。で、まあ、月に1とか2度ぐらい私の気に触ってしまうことがあって、うん、で叩いてしまったり蹴ってしまったことも2回ぐらいあります、はい、だけど絶対いけないって反省して、はい、ここ1年ぐらいは一切手を出さずに、はい、日常喧嘩ぐらいになることがあっても、夜寝るときは抱きしめて、いい子だねって言って寝るときと朝起きたときは絶対そういうふうにずっとしてました。はい。あれですか、専業主婦ですか、それとも働いてるんですか？本当に午前中少しパートぐらい行って、はい、空いてる時間は、私の両親が農業を少しだけしてるので、はい、その、ですよ。靴が痒いと思っても、靴底の下が痒いとか言っても気持ちよくならないでしょ、ポイントを押さえてくれないってことです。それがあなたの今日の、ずっと苛立ちのイライラした原因は、いい人なんだけれども、夫が、私がこうしてほしい、こういう愛をくださいっていうことを、夫が分かってくれない。うまく私の気持ちを伝えるには、どうしたらいいでしょうかっていうのが、あなたの心の底の底にあるものだと私は思ってるんです。ああ、それは、矛先がどこに向いてたんでしょうか、じゃあ。夫と幼児期です。今夫に甘えたいんです。幼児期にできなかった、置いてきたものを、夫で求めようと思ったんだけれども、夫もやっぱりあなたと結婚するのですけど似てますから、静かにしてることがきっと幸せだと思ってる夫なんです。だからあなたにとってはどうにもならないんですね。ここよ、ここよ、ここが痒いのよって言っても夫わかんないの。それで今日まで来て、痒いって認めたら生きていけないでしょ？だから、はい、娘が私をこう痒くさせてるんだと思えば、痒さは半減するじゃないですか。だからこのお嬢さんを大事にしなさいね。で、今、加藤先生伺っています。先生いかがでしょうか？小原先生がもうおっしゃってくれたので、その通りです。今までのあなたの感情をね、一貫してるものは何かっていうと、すべての本当の感情は隠さなければいけないっていうのが、あなたの一貫した今までの生き方なんです。ですから、あなた自身がね、寛容な人にはなれないんですよ。こんだけ怯えて生きてきたら。じゃあ、言葉が、子供に、例えば、どういうこと、接すればいいでしょうか。どういうふうに接すればいいでしょうかって今ね、もう、あなたの場合は、それもできなかったわけですよね。そうですね。心が、いつもいなかったもので。そうすると、なんか辛いことがあったときね。まあ、怪我なんかはもう本当の辛いことの典型なんだけども、子供にとっては。感情を共有してくれる人がいなかったですね。そうですね。で、そういう感情の中で成長してきて、今結婚して子供が二人できて、で、今、長女との関係、この1年間はうまくいっていた。はい。
でもうまくいってたというのは表面の喧嘩がなかったということで、感情の共有がなかったということは、あなたのお母さんとね、今度あなた自身は子供と感情を共有するってこともなかったんじゃないの？それで今いろんなことでこの小学校5年生の子供の口の聞き方、頼んだことに対してすぐやってくれないということで、結局まだ私ことなるのかなと思って、今どう出たらいいのかちょっとということですね。はい、わかりました。今日はスタジオにですね、幼児教育研究の小原恵子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。はい、こんにちは。こんにちは、お願いします。今ですね、加藤先生のお話を聞いていて、はい、蹴る、叩くってありましたよね。はい。叩くは怒りなんですね。ええ。蹴るはその人には本当に蹴ってるんではなくって、ある対象者がいるんです。でもその人には蹴れないんです。だから、蹴っちゃうんです、そのお嬢さんを。で、あなたはこのお嬢さんの口の利き方がいけないから私は足で蹴ったんだって言うんですけども、蹴ってるってあなた意識あるんですね。はい。だいたい足で蹴る人ってのはね、その人も憎らしいけども、その人の後ろに被っている影の存在、それが腹立たしくて蹴っちゃうんです。これは一つの心理的な問題です。で、次にもう一つ、はい、娘がふんって言ったって言いますね。はい。ふんっていう時はどういう時かって言うんですね。これは一般的に言います、はい。何言ってんのよお母さんって。私は全部知ってるのよ。お母さんが見て欲しくないところまで私は知ってるのって時、ふんって言葉になるんです。そこにあなたは苛立つんです。それはなぜかというと、今まであなたはね、教師の立場で、要するに母親という立場でね、弱者イコール子供を操作してたんです。ところが今は、叩いても蹴っても、返ってくるものは、あなたが弱者の立場になっている苛立ちなんです。それは全く、でも、意識したことなかったです。そうですか。もうちょっと先に進んでもいいですか？はい。初めては頭の中が、ぐちゃぐちゃになっていませんか？なっています。そして、はい、あれ？私今日、長女の相談なのにって思っていません？何なのこれって。もうちょっと私が喋ってしまったら、あなたは頭の中真っ白になっちゃうんです。そして、両耳を閉じて、はい、もう言わないでってなるんです。わかります。はい。ね？これ、そのもう言わないでって思う前にいつもやってることが、蹴る、叩く。じゃあなぜかっていうと、はい。ご主人様とおっしゃってますけども、ご神様が優しいってのと、あなたが求めている愛と、違うんじゃないかと私は思ってるんですね。それが答えです。いい人と、私の心の中を汲んでくれる愛とは違いますよね。あなたが夫に求めている愛を、あなたが求めている愛ですね。それを夫が違う矛先を変えてしまって、閣下そういうです。ですか？専業主婦ですか？それとも働いてるんですか？本当に午前中少しパートぐらい行って、はい、あの、空いてる時間は、まあ、私の両親が農業を少しだけしてるので、はい、その、負担にならない程度のお手伝いぐらいで、そっちに仕事も本当に数時間しかしてなくって、子供と時間を大事に今はしたかったので、時間はあって、そんなに私が毎日バタバタしてる感じではないです。で、ご主人とかお父さんお母さんにも不満なんじゃない？いろんなこと。いや、そこは本当にないです。そうすると、はい、本当に主人もよくみんな見てくれるし、まあみんなに不満はないと。え、あの、小学校の頃からあなたはすごいいい子だったんですか？あ、いい子っていうのは要するに親に反抗したり、なんか先生に反抗したりはしなかった。先生に口答えしたこともあるし、うん、だったら親にも言ったことも何とかはあります。
じゃあ、例えばあなた小さい頃怪我したことあります？あります。ええ。怪我しても隠してました。怪我したことを隠さなければならないっていうのは、気持ちの上ではすごい辛いですね。ええ。だけど、その怪我を隠していた。隠さなければならなかった。ええ、だからやっぱり、すごく怯えていたんじゃないの？そうですね。それは覚えてます。はい。ということは、生きるっていうことはあなたにとって非常に辛いことでしたよね。そうですね。怪我しても隠さなければならない小さい子供が、これはすごい大変なことですよ。ええ。むしろちょっとした怪我を大騒ぎして、みんなから注目を集めようとするような子供っていうのが多いわけですから、それはみんなから、どうしたのどうしたのって言って、大切にしてもらいたいからなんだけれど。もしもし？もしもし、はい。はい、テレフォン人生相談です。はい、お願いいたします。はい、最初に年齢を教えてください。35歳。35歳。結婚してます？はい。ご主人何歳ですか？40歳。40歳。お子さんは？女の子2人で、はい、小学校5年生と小学校3年生です。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？はい、少女の口の聞き方がちょっと気に入らなくって。聞き方が気に入らないっていうのは言うことが気に入らないの、それとも言う時の雰囲気とか語調とか、はい、言葉遣いと、うん、あの表情で私に不満らしい態度が私にとって気に入らなくって喧嘩になってしまうっていうことを。そうすると、はい、あの言った言葉が、はい、まあ極端なことを言うとこんなクソババアとかっていうそういう言葉ではなくて、その言った時の表情が、はい、あなたの気持ちをイラ立たせるっていうことですか？そうです、はい。例えばこっちはこうしてねって言ったことに対して、はい、ふんっていう態度を取ったり、あ、ふんという横向いたような態度を取る。そうです。なので、例えば、はい、私同じような態度を取っても私が機嫌が良ければ何気なく過ごしてることもあると思うんですけど、はい、要するにあなたの機嫌がいいときはこのお嬢さんの態度がそれほど気にならないということですね。そうですね、はいはい。で、まあ、月に1とか2度ぐらいあの私 の, あの気に触ってしまうことがあって、うん、で叩いてしまったり蹴ってしまったことも2回ぐらいあります、はい、だけどあの絶対いけないって反省して、はい、こう1年ぐらいは一切手を出さずに、はい、日常喧嘩ぐらいになることがあっても夜寝るときは抱きしめていい子だねって言って寝るときと朝起きたときは絶対そういうふうにずっとしてました。はい、あのあれから、ああなるほど。そしたらお子さん2人の方も変わりますから。怪我をしたときに子供がそれを隠さなければならないっていうのはものすごい脅威の中に生きてた子だけです。それがよく結婚して二人子供を作って小学生になるまで育てましたね。こんだけ怯えて生きてきたわけですから。はい。今は非寛容の人です。だけど自然と寛容な人になれます。怯えてるからいつも世の中に構えてるんです。その構える姿勢がなくなれば、世界は変わります。子供を含めて。確かによく思われようとしてたのはすごく。だってよく思われなければ大変でしょ、こんなに怖い世界にいるのに。世界がいつ自分を押し潰すか分かんないってものすごい脅威ですから。もうひたすらよく思われようと思ってるんですよ。だからテレフォン人生相談電話かけてきても、僕は、何歳ですかって聞いた時からもう35歳でっていう言葉から
もう身構えてますから、僕に。ああ。だから声が変わってきたんです、はい、今。声と言い方も全部変わってきました。大丈夫です。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、どうも失礼します。はい、はい、失礼します。すべての本当の感情を隠さなければならない。寛容な人にはなれません。ならない程度のお手伝いぐらいで、仕事も本当に数時間しかしてなくって、うん、子供と時間を大事に今はしたかったので、時間はあって、そんなに私が毎日バタバタしている感じではないです。で、ご主人とかお父さんお母さんにも不満なんじゃない？いろんなこと。いや、そこは本当にないです。そうすると、はい、本当に主人もよくみんな見てくれるし、うん、まあみんなに不満はないと。え、小学校の頃からあなたはすごいいい子だったんですか？あ、いい子っていうのは要するに親に。こんにちは。こんにちは、お願いします。今ですね、加藤先生のお話を聞いていて、はい、蹴る、叩くってありましたよね。はい。叩くは怒りなんですね。え、蹴るは、その人には本当に蹴ってるんではなくって、ある対象者がいるんです。でも、その人には蹴れないんです。だから、はい、蹴っちゃうんです、そのお嬢さんを。で、あなたは、このお嬢さんの口の利き方がいけないから、私は足で蹴ったんだって言うんですけども、蹴ってるってあなた意識あるんですね。はい。大体足で蹴る人ってのはね、その人も憎らしいけども、その人の後ろに被っている影の存在。それが腹立たしくって蹴っちゃうんです。これは一つの心理的な問題です。で、次にもう一つ。はい、娘が、ふんって言ったって言いますね。はい。ふんって言うときはどういうときかって言うんですね。これは一般的に言います。はい、何言ってんのよ、お母さんって。私は全部知ってるのよ。お母さんが見て欲しくないところまで、私は知ってるのってときに、ふんって言葉になるんです。そこにあなたは苛立つんです。それはなぜかというと、今まであなたはね、教師の立場で、要するに母親という立場でね、弱者イコール子供を操作してたんです。ところが今は、叩いても蹴っても、帰ってくるものは、あなたが弱者の立場になっている苛立ちなんです。それは全く、でも、意識したことなかったです。そうですか。もうちょっと先に進んでもいいですか？はい。初めては頭の中がぐちゃぐちゃになっていませんか？なっています。そして、はい、あれ？私今日長女の相談なのにって思っていません？何なのこれって。もうちょっと私が喋ってしまったら、あなたは頭の中真っ白になっちゃうんです。そして、両耳を閉じて、はい、もう言わないでってなるんです。わかります。はい。ね？これ、そのもう言わないでと思う前にいつもやってることが、蹴る、叩く。じゃあなぜかっていうと、はい。ご神様とおっしゃってますけども、はい。ご神様が優しいっていうのと、あなたが求めている愛と、違うんじゃないかと私は思ってるんですね。それが答えです。いい人と、私の心の中を汲んでくれる愛とは違いますよね。あなたが夫に求めてる愛を、あなたが求めてる愛ですね。はい、それを夫が違う矛先を変えてしまって、かっかそういうですよ。靴が痒いと思っても、靴底の下に描いてくれても気持ちよくならないでしょ、ポイントを押さえてくれないってことです。それがあなたの今日の。小学校の頃からあなたはすごいいい子だったんですか？ああ、いい子っていうのは要するに親に反抗したり、なんか先生に反抗したりはしなかった。先生に口答えしたこともあるし、うん。母だったら親にも言ったことも何とかはあります。じゃあ、例えばあなた小さい頃怪我したことはあります？あります。怪我しても隠してました。怪我したことを隠さなければならないっていうのは、
気持ちの上ではすごい辛いですね。だけどその怪我を隠していた、隠さなければならなかった、だからやっぱりすごく怯えていたんじゃないの。そうですね、それは覚えてます。はい。ということは生きるっていうことはあなたにとって非常に辛いことでしたよね。そうですね。怪我しても隠さなければならない小さい子供が、これはすごい大変なことですよ。むしろちょっとした怪我を大騒ぎしてみんなから注目を集めようとするような子供っていうのが多いわけですから、それはみんなからどうしたのどうしたのって言って大切にしてもらいたいからなんだけれども、あなたの場合はそれもできなかったわけですよね。そうですね、母親が いつもいなかったもので。そうするとなんか辛いことがあった時ね、まあ怪我なんかはもう本当の辛いことの典型なんだけれども、子供にとっては感情を共有してくれる人がいなかったですね。そうですね、でそういう感情の中で成長してきて、今結婚して子供が二人できて、で今長女との関係、この一年間はうまくいっていた。でもうまくいってたというのは表面の喧嘩がなかったということで、感情の共有がなかったということはあなたのお母さんとね、今度あなた自身は子供と感情を共有するってこともなかったんじゃないの。それで今いろんなことでこの小学校5年生の子供の口の聞き方、頼んだことに対してすぐやってくれないということで、結局まだ私ことなるのかなと思って、今どう出たらいいのかってということですね。はい、わかりました。今日はスタジオにですね、幼児教育研究の小原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。はい、もしもし。もしもし、はい、はい、テレフォン人生相談です。はい、お願いいたします。はい、最初に年齢を教えてください。35歳。35歳、結婚してます。はい、ご主人何歳ですか。40歳。40歳。お子さんは。女の子2人で、はい、小学校5年生と小学校3年生です。はい、わかりました。で、どんな相談ですか。はい、長女の口の聞き方がちょっと気に入らなくって。聞き方が気に入らないっていうのは言うことが気に入らないの、それとも言う時の雰囲気とか語調とか、はい、言葉遣いと、うん、あの表情で私に不満らしい態度が私にとって気に入らなくって喧嘩になってしまうっていうことで。そうすると、はい、あの言った言葉が、はい、まあ極端なことを言うとこんなクソババアとかっていうそういう言葉ではなくて、その言った時の表情が、はい、あなたの気持ちを苛立たせるということですか。そうです、はい、例えばこっちはこうしてねって言ったことに対して、はい、ふんっていう態度を取ったり、あ、ふんという横向いたような態度を取る。そうです。なので例えば、はい、私同じような態度を取っても私が機嫌が良ければ何気なく過ごしてることもあると思うんですけど、はい、要するにあなたの機嫌がいいときはこのお嬢さんの態度がそれほど気にならないということですね。そうですね、はいはい。で、まあ、月に1とか2度ぐらいあの私 の気に触ってしまうことがあって、うん、で叩いてしまったり蹴ってしまったことも2回ぐらいあります、はい、だけどあの絶対いけないって反省して、はい、ここ1年ぐらいは一切手を出さずに、はい、日常喧嘩ぐらいになることがあっても夜寝るときは抱きしめていい子だねって言って寝るときと朝起きたときは絶対そういうふうにずっとしてました。はい、あのあれですか、専業主婦ですか、それとも働いてるんですか。本当に午前中少しパートぐらい行って、はい、あの空いてる時間は、まあ私の両親が農業を少しだけしているので、はい、その負担にならない程度のお手伝いぐらいで、
本当に仕事も、本当に数時間しかしてなくって、子供と時間を大事に今はしたかったので、時間はあって、そんなに私が毎日バタバタしている感じではないです。で、ご主人とかお父さんお母さんにも不満なんじゃない？いろんなこと。いや、そこは本当にないです。そうすると、はい、本当に主人もよくみんな見てくれるし、うん、まあみんなに不満はないと。ずっと苛立ちのイライラした原因は、いい人なんだけれども、夫が、私がこうしてほしい、こういう愛をくださいっていうことを夫が分かってくれない。うまく私の気持ちを伝えるには、どうしたらいいでしょうかっていうのが、あなたの心の底の底にあるものだと私は思ってるんです。ああ、それは、矛先がどこに向いてたんでしょうか、じゃあ。夫と幼児期です。今夫に甘えたいんです。幼児期にできなかった、置いてきたものを、夫で求めようと思ったんだけれども、夫もやっぱりあなたと結婚するのですけど似てますから、静かにしてることがきっと幸せだと思ってる夫なんです。だからあなたにとってはどうにもならないんですね。ここよ、ここよ、ここが痒いのよって言っても夫わかんないの。それで今日まで来て、痒いって認めたら生きていけないでしょ？だから、はい、あの娘が私をこう痒くさせてるんだと思えば、痒さを半減するじゃないですか。だからこのお嬢さんを大事にしなさいね。で、今、加藤先生伺っています。先生いかがでしょうか？ね、小原先生がもうおっしゃってくれたので、その通りです。あのね、今までのあなたの感情をね、一貫してるものは何かっていうと、すべての本当の感情は隠さなければいけないっていうのが、あなたの一貫した今までの生き方なんです。ですから、あなた自身がね、寛容な人にはなれないんですよ。こんだけ怯えて生きてきたら。先生、じゃあ、言葉が、子供に、例えば、どういうこと、接すればいいでしょうか。どういうように接すればいいでしょうかって、今ね、子供との接し方にね、話をしないこと。あなた自身のことにすること。あなたはね、自分が自分を救えないのに子供は救えませんよ。自然と対応の仕方は分かってきますよ。どう対応したらいいかなんていうこと考えなくて。だって、手足を縛られて海の中に、水の中に入れられてね、どう泳ぐんですかって聞いたってしょうがないでしょ。今、手足を縛られていたのを手足をほどいたんです。泳げるようになったんです。はい。自然と、この二人のお子さんに対する態度は、まず変わりますから。あなたの気持ちが変わってる。